守備のところでは、なんですかね、まあ、僕らが攻めてる時のその相手の攻め残りだったりとかっていう、まあショートカウンター、この前の試合とかもそうですけど、まあ、ショートカウンターっていうのと、あとは攻撃のところではその、まあ、頑張ってくるチームっていう中でボールを動かしながらその頑張ってくるところを逆に裏目に取れたらチャンス作れるかなとは思います。まあ今まで結構たくさん試合戦ってきた中で、まあ、戦うとことか、まあ、チーム全体で頑張るとこっていうのはすごい、まあ、できてるところであって、でも、まあ、この前の試合負けて、より、まあ、そういったとこっていうのをもう一つ高めて、小さいミスっていうのが積み重なることによって、負けにつながってくると思うんで、そういったとこをよりみんなで高めて、一試合一試合戦えたらいいなと思います。